ちゃ、こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3連戦を振り返るですが、ちょっと内容はね変則的なので、はいはい、3連戦というふうにはいかないところもありますが、はい、これ日曜日に本当はね上げる3連戦だったんだけども、うん、3連戦の動画だったんだけども、うん、これなぜずらしたかというと、うん、やっぱ巨人 DeNA 対巨人、うん、まあ、これが日曜日から月曜日、ま、あの火曜日まで今日まで、まあ、3連戦ということで、まあ、ちょっとプロ野球の注目かなというふうな感じで、ね、そこをちょっと区切りということでね、区切りとしてね、うん、まあ、3連戦をお伝えしますが、はい、ね、まずは連敗が止まらない、はい、なんで、ね、どこのチームでしょうか、ね、自力 CS、うん、消滅ということで、うん、まあ、力尽きるかなっていうようなね、ちょっとね、まあ、そういうチームが、まあ、いますけども、うん、はいはい、で逆に広島、うん、5年ぶりCS 進出おめでとうございます。はい、決定しました ね、3位以上決定したということで、はい、まあ、CS には進出が決まったということね。あとはね、あとは順位だ ね、2位か地元でやるか、3位かなっていう、うん、まあ、どっかでやるかというね、うんうんうん、まあ、ほぼ横浜だけども横浜でやるかっていうこと、うん、で念願の丸、うん、うん、丸ゲット、ありがとうございます。何でしょう。おーおお、いやこれめっちゃ嬉しいわ。そう、運が見えにくいからもうちょっと違う。そうそうそう、はい、はいはい、もうこれね、これね、テレビ見てこの動画でね、言ったら送ってくださった阪神ファンの方がね、いらっしゃって、本当にね、ここで言ってね、そうやって見てくださった方が送ってくださって、はい、夫婦で大喜び、本当感謝です、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれ実物手にできただけでもう、ね、感動しましたよ。でも見るたんびに笑顔になるという、ね、不思議なタオルでございます、ね、もういろんな場面で使わせていただいております。はい、はいね、で今日も看板やちいちゃん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでまずは、うん、はい、セリーグ、はい、ね、はいはいはい、今の、はい、数字になりますが、ね、試合残りがもう5試合、4試合、ね、3試合とね、はいはい、もういよいよ、うん、いよ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 ですけれども、まあ、ちょっとやっぱりこう4位、3位と4位の差が開いちゃったね。そうですね、はい、であとは残すは DeNA と広島が、うん、まあ、どういうふうになるか、ね、まあ、実はこの最下位争いも 0.5 ゲーム差っていつの間にかね、いつの間にか来てるし、ヤクルトの方が一番負けてるというね、いつの間にかね、本当ですね、まあ、こうなってますが、負けの数を見るとね、ということですが、はい、はい、まあ、なんといっても、うん、DeNA 対巨人、うん、ね、どういう3連戦 だったかということをちょっと振り返ってみたいと思うんだけども、うん、まあ、DeNA の方は今永、大貫、東、うん、ね、巨人は戸郷、メンデス、山崎、はい、1試合目6対0巨人、うん、来たぞという、いやいや本当ね、うん、そんな感じが来たんだけども、はい、まあ、坂本が5回に21号ツーラン、うん、まあ、9回にも坂本22号スリーランというね、はい、まあ、これで先打点を記録して、うん、また記録をね、打ち立てたんだけども、はい、まあ、坂本がすごいだけで、うん、他の選手はすごく見えなかったというね、うん、まあ、当たってないなっていうような感じはしたんだけど、まあ、それ以上に DeNA の方も当たってないという、うん、で戸郷、ね、9回113球、うん、6安打、無失点という ね、まあ、見事な完封劇だったんだけども、うん、やっぱ小気味がいいね、このピッチャー、思い切りがいいし、うん、でこの日はやっぱこうコントロールが良かったかなっていうような感じがしたよ ね、はい、でまあ、フォークも非常に落ちてたし、うん、まあ、なかなか捉えるのは難しかっただろうなっていうふうに思うけども、うん、まあ、一方今永ね、まあ、3失点で降りるんだけども、はい、6回は101球、うん、7安打、うん、そうだな、まあ、向かっていくのは分かるけども、うんうんうん、ちょっとあまりにもインサイドに偏りすぎてるかなという右バッターのね、うん、なるほど、うん、一時期ね、これ覚えてるかどうかわかんないけども、うん、皆さんがね、ソフトバンクと日本シリーズをやった時に、うん、前半打たれたんだよね、うん、でね、途中から抑え出したのよ、うん、それなぜかというと外に緩いボールを集め出したんだよね、うん、そしたらね、全く打たれたなくなったのよ、うん、だからそういうことをやらないと
やっぱホームランを打たれるっていうのはやっぱ向かっていくことは大事だけども、やっぱこう主導権を握られるケースがあるからね、この試合みたいに。だからここら辺は CS に向けてちょっと頑張ってほしいなっていうね、なるほど、ちょっともう少し整理をしてほしいなっていうような気がしたね。なるほど、はい、はい、で2試合目は1対0、ね、DeNA、はい、これ大抜きは抜群だわ。これね、やっぱ 前日の坂本に2本のホームランを打たれたりだとかしたから、やっぱジャイアンツといえばホームランで勝つという。そうですね。でホームランを下げるにはどうしたらいいかって言ったら、右バッターは外のスライダーの投げ分け、入れたり出したりとかしたりとかしてね、で時折インサイドに落とすとか、もうこういう自在なピッチングだったね。で左バッターにはホームランのあるバッターに対してはやっぱ外中心で最後に外に落とすという、で力のないバッターに対してはインサイドを見せながら外に落とすという、もうねこれが抜群に良かったんだよね。だから6回3分の1、まあ、100球で交代する、はい、で3安打11奪三振、無失点ということで、はい、まあ、だけどね、6回に変えるんだよね。ねえちょっとフォアボールも2つ出したんだけども、7回ですか？あ、7回か、あ、そうだね、7回だね、7回に変わるんだけども、2つのフォアボール、でね、この日秋広が一番大抜きに合ってたんだよね。なるほど。まあ、それを察知してかどうかわからないけども、フォアボールを出してんだよね、で、まあ、それを見た瞬間に伊勢に変えたんだよ。おあ、左が出てくるのかなと思ったら左バッターだったから、吉川だったかな、はい、だから出てくるかなと思ったら伊勢を使ってきた、で、ピッチャーのところに回って、そしたら梶谷を交流したんだよね、伊勢に対して。そしたら横浜ベンチもエスコバを交流して、代打の代打ウォーカーを、打ち取ったという、一人一冊でね、非常にここら辺の駆け引きっていうのは見応えがあったんだけども、エスコアを先に出せば、ちょっと状況は変わってたんだけども、伊勢を先に出したっていうのがポイントだったね。なるほど。で梶谷を殺すことができた、梶谷をこう使えなくすることができたというね、そうそうそう、で代打の代打ということになってしまったんだけど、この1対0っていうのは2回に、林のセンター前ヒットで宮崎がホームインしてくるんだよね、はい、まあ、2アウトセカンドからよく走ったんだけども、まあ、外野も前進してたけどもね、この1点で決まるんだよねえ、この2回のね、そうなんだよね、で2アウトランナーセカンド、8番バッター林、次ピッチャーの大貫、まあ後で考えれば、あそこは林じゃなくて大貫でいっとけばよかったなっていう考えはあるけど、まだ2回ということ、でルーキーの林ということ、それを考えたら、まあ、勝負にはいくだろうなと、ただもう少しこういう大事な試合だから慎重にはいってほしかったよね。これが粘って粘って粘られて、いやそしたらこう歩かせたと思うけど、思うけども、なんか初球を簡単に打たれたような感じがして、なるほど、この1対0の時誰が決まると思ってたかっていうことだよね。そうですね、でもまあ見事だったよね、このヒットは本当に。だからここら辺のジャイアンツはちょっと慎重さがないかなっていうね、まあ外国人メンデスが投げてるから、まあそういう繊細なことは考えてなくて、まあ全力で抑えに行ったんだろうけども、まあだけど後で思えば、投げ終わって思えば、おそらくあれなんであそこであんねえ、もうちょっと慎重に入ればよかったら絶対悔いが残るから、負ければね、まあね、まあ負けたからね、こういう試合の結果になったからこそ、そこがちょっと浮き彫りになった感じですかね、はい、そうだね。で1戦目に、まあ、坂本が先打点、でこの日は丸がフォアボールを取って、選手球というね、まあ、記録を打ち立てたという、はい、でもう一つの面白い記録があって宮崎の初盗塁プロ入りすごいね、今までなかったのかよ、 それの方がびっくりですけど、ね、なんかの拍子に盗塁がっていうようなこともなかったってことですよね、ただねこの試合はねおそらくね、サインミスだと思うよ、なんかね、ちょっとねこの試合でミスが目立ったのはやっぱバント、桑原の、はい、やっぱ初回、ピッチャーが不安定な時に、やっぱり三浦監督っていうのが
僅差になると思ってるんだよね、うん、やっぱり、うんうん、もちろんの、まあ、結果を見ると僅差だったんだよね、それで立ち上がりバントに行って、うん、桑原がフライを上げて送れなかったという、うん、やっぱりねこういう時っていうのはやっぱりしっかりやらないと、うん、選手点がどれだけものを言うか、うん、これからクライマックス向かうに対してどれだけそういうものが大切になってくるかという、で宮崎が投入したシーンなんだけど、うん、伊藤光が思いっきりスイングしてんだよね。そうでしたね、うん、だからあれを見るとちょっとサイン違いかなっていうね、うん、どっちかが間違えてると思うよ。あのケースだとどっちなんでしょう。まあでもね、エンドランはねかけるケースでもあるんだよね。だからまあ伊藤が忘れてて慌てて全力で振ったのかなっていうような。なるほど。まあそんな感じがするよね。まあその結果、はい、初盗塁が、まあそうだね、記録されたということで。はい、でねこの試合を負けたことによって、うん、巨人は自立の CS 出場が消滅したという ね、うん、ね冒頭でねちょっと触れました。まあそうだね、はい、はいはい、まあそういうことになりました、うん、で今日3戦目、はい、1対0、DeNA、うん、これ23年ぶりらしいんだけどね、2試合連続で1対0負けっていうのはね巨人にとってね、はい、で3回太田の2点、あの2塁打で先制、うん、ね、で巨人もチャンスがなかったわけではないんだけども、うん、ないんだけども、うん、2回ワンアウト満塁、うん、まあ、吉川三振、山崎より三振というね、うん、やっぱ東がやっぱこういいなっていうのは、うんうん、8回102球5安打無失点というね、さすが、やっぱ安定してるわ、ね、やっぱ低めに来るっていうね、まあそんな感じがしたし、うん、まあ、山崎よりもやっぱ9回、うん、あ9回じゃない、まあ8回、うん、完投負けするんだけども、はい、10勝かかってんだよね、うん、で援護点が全く取れてないという、うん、で8回114球4安打1失点という ね、 ね、うん、まあ東は12連勝、うん、まあ我々の頃のエースの遠藤さん、はい、その記録に並んだということで、ね、その連勝記録ですね。そうだね、うん、でこれを勝つことによって、CS マジックが1になったというね、で、ね、息の根を止められるという、ね、で27日まあ明日だね、うん、まあ、ヤクルト戦に引き分けでも引き分け以上で、まあ、CS 進出が決まるという、はい、あとは順位になるのか3位になるのかっていうことになるけども、うん、まあこの試合、まあ、3連戦を見てね、まあ、原監督がうちのチームで何が足りないんですかねっていうことを言われた、うん、何かが足りないということはね、はい、俺は総力だと思うよ、はっきり言って、うん、総力と危機管理能力が足りない、うん、なんかそんな感じがした、うん、ちょっと1球ボールから入ってもいいような場面でもストライクから入るとか、うん、で今日でも総力という意味で、うん、ブリンソンが、三遊間を割ったんだよね、うんうん、でセカンドランナーの後ろが帰ってこれないとか、やっぱりこうあの時1つのフォアボール2本のヒットで得点なんだよね、うんうんうん、だからそれを考えるとやっぱ総力っていうものがちょっと足りないのと、まあ慎重さが足りないかなっていうふうにちょっと思うね、うん、全体的にね、うん、まあなんかねよく言われてるジャイアンツはこうホームランのチームって言われてる分のこう反面走力がちょっとっていうところですか、うん、そうだね、だから走力を持った選手がレギュラーを獲得しないと、うん、まあ、こういう状態にはなるんだけども、うん、やっぱそういう選手はやっぱ育てていかないとね、うん、まあ、それが門脇、はい、これがこの選手がやっぱりこうそうなっていってほしいしね、うん、だからまあ岡本にしても大城にしても、うん、まあ秋広もそうかな、やっぱ総力という面ではね、うん、少し足りないかなと思うから、うん、それを補えるような選手たちがやっぱレギュラーになってくるといいのかなっていうふうに思うよね、うん、でね、まあ、その慎重さ、うん、それがないって言ったのは、うん、9月23日の土曜日、はい、巨人広島戦で、うん、3対7で負けるシーン、まあ広島が勝つんだけどもね、はいはい、うん、この試合は菅野と森下の投げ合い、うん、まあこの試合は堂林が2回にソロホームラン、末金が、7回8回にそれぞれソロホームランを打ってんだよね、はい、でまあ末金にホームランを打たれすぎという、まあ、10本中5本が半分が巨人戦に打たれてる。なるほど、うんうん、だからこれはねやっぱもうちょっと警戒心があると
非常にいいのかなという、うん、そういうことを思うし、はい、この試合もやっぱ巨人はね負けられなかったと思うんだよ、うん、でね3対3だったと思うんだよね。そうですね、7回ぐらいまで5回、6回、そうですね、7回に広島が3点を取るまではそうだね、うん、でね広島が7回に代打中村をコールするんだよ、うん、あの船場様が投げててね、うん、でこれ左バッターで、うん、俺はこの時にやっぱこの回を抑えないとやっぱ勝ち目っていうのは出てこないし、うん、ここでやっぱ中村が若いバッターだったんだけどね、はい、打たれて秋山につながれると嫌だなと思ってたの、うん、見ててね、うん、で代打中村が、うん、俺はこの時に左を持っていったら、うん、代打の代打は絶対ないと思ったわけ、はいはい、それはなぜかというと、うん、ツーアウトランナーなしでピッチャーのところの代打なんだよね、うん、それも若手の、うん、だからこれは経験のために中村に任すと思ったんだけど、うん、これ勝負どころだったら代打の代打があるよ、はい、まあ、だけどその中村にツーベースを打たれたんだよ、うん、でこれ秋山の時には必ず変えるなと思ったの、はいはい、船場様のね、うん、やっぱ変則で秋山左バッター、うん、それを考えるとやっぱり左に変えた方がいいなと思ってたら、うん、変えないでツーランホームランを打たれたわけよ。なるほど。まあここはやっぱこうなんかね船場様もすごく良くて、うん、まあベンチの信頼は勝ち得てたんだろうね。うん、でもこういう試合だからさ広島にも負けれなかったわけだから巨人は、うん、だからあそこら辺で慎重になってほしかったなという、もう一つ慎重にということですね。まあそうだね、うん、ただね松山が出てた時に代打で、うんうん、左を当てようとは思ってたと思うんだろうけども、なかなか難しい、ね、なかなかそうはうまくいかなかったな、うん、うん、だからまあここら辺がねちょっと気になったポイントですか。巨人の、うん、まあ、慎重さという面では少し足りないなっていうふうに思ったね、うん、なるほど。で広島今日中日とやって床田、うん、涌井の投げ合いで、うん、まあ、2対0で、広島が勝つという、はい、で床田、うん、よかったね。ね、うん、ずっと勝ち星が10勝した後に積み上がってこなかったんだけども、うんうん、まあ、やっと今日勝てて、はい、それを援護したのが、うん、まあ、怪我とか、うん、そういうことで離脱していたメンバーたちが戻るというね、うんうん、非常に心強い、まあ、西川が戻ってきたりだとか、うん、まあ、菊池もその前からね、うん、上本もその前から戻ってきてるけども、やっとなんかこうベストオーダーが、まあ、秋山がデッドボールでちょっと離脱してるけども、うん、はい、本当に揃ってきたということは、うん、まあ、非常にこれからちょっと勢いをね、残り試合、3試合か3試合だけども、一番少ないですけどね、うん、勢いを持って戦えるのかなというね、うん、まあ、そんな感じがしました。もう2を死守したいところですもん ね、 そうだね。ただね10アンダーでね2点しか取れてないんだよ今日ね、うんうん、だからまあそこら辺はやっぱ効率よくやっぱ点を取っていくように考えないと、まあ、クライマックスが控えてるからね、うん、もう決定してるからね、はいはい、まあ、その調整に入るだろうし、うん、あと3試合をどういうふうな戦い方をするか、うん、やっぱ注目をしていきたいと思います、はいはい、で阪神、うん、ね、これ村上おピーチャー、おそらく新人王と防御率、うん、まあ、確定かなという、はい、ね、うん、1点台でね、まあ見事だよね本当に、うん、でまあそういうタイトルを取れば、うん、まあ、新人王もね、うんうん、まあおそらく手にするでしょう、はい、ね、で阪神でやっぱこういろいろタイトルに絡んでるのが中野、うん、最多安打、なるほど、現在トップ、うん、ということで、まあ1位なんで岡林と牧、うん、相手はね、うん、うん、まあいい勝負かな。牧がちょっと調子が落ちてんだよね、ちょっとね、うん、もう数試合ね。だけど岡田監督がやっぱね非常に背中を押してるんで、うん、まあなんかみんな取ってきそうな感じがするんだけども、うん、で出塁率、はい、大山お、ね、に宮崎、うん、ね、宮崎はこれ首位打者はもう確定するわね、うん、なんと唯一の3割以上のね、セ・リーグの ね、打者ということで、でね、出塁率は大山にやりたいなと思うんだよねいやこれは取ってほしいなと思うんだよね、うん、本当にねよく頑張ったから今年ねもうご褒美でやってよみたいな感じがするんだよ ね、 まあ神様がねこのまま
どうぞってなるかもしれないですよね。ね、うん、で盗塁近本、はい、ね、これは確定ですね大体ね、うんうん、はい、で西武、はいはい、岩崎ね、これ ね、 ね、あのヤクルトの田口投手とね、そう、うん、ね、なら、あの並んでたんだけども、けど今日取って34、ね、田口が33、ね、ね、あの岡田監督も言ってたね、いやそれは分かっとるよと、うん、もう1点あったら楽かなと思ってたけど、まあだけど2点あったからなって、まあでもやっぱり ね、 ね、まあ、監督も援護してくれてるということは心強いかなというふうに思うよね、うん、ちゃんとね、心にちゃんとねそれを分かっていらっしゃるという ね、 うね、まあいろんな記録が出た中で、うん、まあ、中日、はい、で梅津1177日ぶりの1勝ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。僕ね、あの新人の時に、うん、あの梅津を見た時に、あ、うん、このピッチャーは勝てるピッチャーだわと思ったのよ、うん、だから、あ、まあ、そこからの故障でね、トミー・ジョン手術をして、うん、まあ、ちょっと時間はかかったけども、うん、やっと戻ってきて勝てたなという、まあ、これからどんどん勝っていくよ。まあ中日には明るい材料だから、ね、本当ですね、うん、でビシェード1000本安打、うん、おお、ね、うん、もうちょっと派手に打ってください。いや本当にさりげなく1000本、さりげなくね。、はいはい、というセ・リーグでした。はい、はい、続きまして、うん、こっちはねもっと大変なことになってるの。いや、こんなことになりますかね、ね、というような状況ですが、はいはい、パ・リーグは、はい、はい、試合数はね、セ・リーグよりも多いですけど、ちょっと残してるね。そうですね、はい、うん、ということで、はい、お気づきだと思いますが、順位が入れ替わってるんですね、うん、ここに来て、あれ、あれ、どこ行ったっつったらここに来た。そう、びっくりだよね。いや、ここまでずっと2位にいたロッテが今4位ということで、ただし、うん、ゲーム差は 1.5 の中に3チームいるということで、そうなんです、はい、これがね、で一番残してるのがロッテという、そうそう、これが ね、 ね、どっちに転がるんでしょうかというところでしょうかね、はい、10試合で下馬評では楽天がいい、うん、ね、ね、これは10連戦をやったんで、あったんですよね、で今日は試合がなかった、うん、昨日までで10連戦が終わったんだけども、はいはい、これをねオリックス戦から始まったんだよ、うんうん、で山本宮城で来られたんだよね、うんうん、あ、これは終わったなというような感じだったんだよやっぱり。、うん、ちょっとでも山本に勝って、うん、この10連戦を6勝4敗で2つの勝ち越しで乗り切った、素晴らしい、ね、やっぱね辛かったと思うよこの10連戦は、ね、ここに来てのね、あ、うん、だけどこの中でやっぱ頑張ったのが則本であったり岸であったり、うん、でマー君がやっぱ負けなかったということだよね、うん、マー君も頑張って伊藤大海と後輩対決だみたいなことで最後ねやっぱ点を取って、あのマー君には勝ちがつかなかったけども、うん、でも勝ち越したという、やっぱりねマー君が頑張らないと、いやマー君次第だよ本当に、ね、残り9つあと1試合か2試合投げると思うんだけども、うん、もう2つとも勝つぐらいのね、勝ってくれないと困る本当ね、うん、で、うん、嬉しいニュースは銀次が10連戦の途中から、ね、登録されたんだよね、うん、で昨日決勝タイムリーという ね、 ね、やっぱバット持ったら職人かなっていうような、なるほど、そんな気もするし、うん、一つの起爆剤としてね、うん、投入したんだけども、はい、まあいい起爆剤になってるね、はい、だからここら辺は非常に楽天は乗ってきてんだとよ、ね、で10連戦勝ち越して、6勝4敗で勝ち越して、まあ、ちょっと休みを入れて、うん、またっていう ね、 ね、まあ、意欲が湧くようなそんな感じがするよね、うん、はい、はい、でロッテ ね、 ね、これはね主力がね軒並み登録ましょうね、ここでちょっとね、うん、それがもろに影響してるような結果ですか。まあまあそうだね、うん、やっぱちょっとやっぱこう今まで出てた主力がパパッとかけるとすごく戦力ダウンしたように思えるけど、うん、だけどロッテっていうのは本来やっぱホームランで勝つチームじゃないんだよね、うん、ということはつなぎができる選手っていうのはたくさんいるわけよ、うん、頑張れ、ね、藤原、うん、ね、平沢、うん、やっぱり、ね、そこら辺はやっぱもうねチームを引っ張っていかなきゃいけないし、うん、あとは中村翔吾、うんうんうん、そういうのいるし、うん、ね、ただね
見てて気の毒なのは、うん、ピッチャーがやっぱ点を与えちゃいけないということで縮こまってのフォアボールだとか、うん、四球が多いんだよね、うん、それとその出たランナーをやっぱ守る野手たちが翻弄されてる相手のランナーに、なるほどね、まあ、そういうシーンも目につくし、うん、あちょっと辛いなっていうような感じがする、うん、でも主力で野球が決まるわけじゃない、うん、ね、ね、やっぱ戦略戦術で決まるし、うん、やっぱこうやる気でも決まるしね、うん、これダメだもう戦力がいなくなったもうそれで諦めるのか、うん、今までここにいたのを諦められるのかっていう話なんだよね。いやーね、まだ実感湧かないレベルですよ。いや本当だよな、うん、本当言われる通りにずっとシーズン2位にいて、そうよ、あれ4位みたいな、まさかの、ね、現実を受け止められないみたいな。いや本当そうですよね、うん、もうあのチームの人たちファンの人たちみんなちょっと違うなって思ってますよね。ちょっと違うよね。だからもう本当にあのあと10試合あるからまあ 1.5 ゲーム差頑張ってとね、応援してますよ。もうこれは何があるか本当まだまだ分からないゲーム差ですね。はい、うん、で、ソフトバンク、はい、やっと打線がつながるような、まあ、その中で一番シュート、うん、まあ、出したら確実に1点を取ってくるというような ね、 ね、まあ、そういう流れが出てきた、うん、まあ、柳田近藤もつながりを持ってるしね、うん、で今宮が戻ってきたのが大きいね、うん、やっぱスパイスとしては効いてる、ね、うん、やっぱシュートの足で、まあ、飛び出して、うん、ね、うん、セカンド行った、うん、で1、3塁からちょっと1塁ランナーが飛び出したふりをして、うん、その間に周東が帰ってくるっていう、ね、まあ結構こう攻撃のパターンとかね、うん、まあ、そういうことが増えるし、やっぱりソフトバンクは1も2にもね、うん、やっぱ1、2番だって、うん、1、2番が出塁するかどうか、まあ、それによって2位が確保できるかどうかだと思うよね。なるほど、まあ、その中で井上、うん、昨日ホームラン打ったけども、はい、ルーキーね、ルーキーじゃないか2年目ぐらいかな、まあ、素晴らしい選手だね、うん、まあ、サードに入ってるけどもね今ね、はい、うん、やっぱホームランは打てる、うん、やっぱこうバットコントロールはいい、だからこういう選手がいるんだったらずっともう腰据えてね、まあ、使ってほしいなっていうふうに思うけどね、はい、3年目ですね、3年目だね、うんうん、どこだっけここは花咲徳栄、はい、ね、まあ、名門ですよ、ね、まあ、そうだね、うん、まあ、素晴らしい選手がこうね、こういう大事な試合の時に使われて、はい、まあ、結果を出してくるというのは、うん、まあ、一つやっぱ若手が起爆剤になったりだとか、うんうん、シュートの足が起爆剤になったりだとか、うんうん、まあ、してるからちょっと頼もしくはなってきてるよね、ソフトバンクはね、はい、で日本ハム、うん、万波中正25個ソロホームランで今日の試合、ね、先頭打者ホームラン、ね、ホームランダービートップタイ、ようやく並んできましたよ。いやー、これは面白い。浅村選手、ポランコ選手に万波選手が来たらもうこれ本当分かんなくなってきて、ね、1本差で下に近藤選手いますから、うん、ね、ね、これも、いやもうね、あのポランコ、うん、ね、うん、浅村、うん、もうそんなこと言ってる場合じゃないんだよ。何ホームラン王争いしてる場合じゃない、ねね、近藤もそうだけど、まあね、もう自由に、まんちゃん行きなさい、まんちゃん、ね、気楽にここチャンスだから、うん、こんなチャンスないよ。いや、ま、本当ね、うん、並んでもいいから取りなさい、うん、ね、頑張ってほしいと思います。なんとか食らいついてね、そこでね、はい、またなんかこう気負わないでね、まあまあそうだね、もう気負ってもいいから、何してもいいから、あなたの力だったらいけるよ。なるほどね、な、うん、おーんってあなたの力ならいけるこうやってね、ちょいろんなところで登場します、ね、このタオル。そうそうそう、ね、はい、うん、まあそういうことでお伝えしましたけども、はい、うん、まあ今度はね、もうちょっと日が空くかもわかりませんけども、うん、また3連戦、うん、またちょっとパ・リーグの方は 目が離せないし、うん、まあ、セ・リーグの方はね、まあほぼ、まあ、近日中に決まっちゃうかなという、あとは順位というより CS のね、チームね、うん、あとはそうだな、2位3位がどうなるかというところでね。いや、もう本当ね、はい、毎回毎回ドキドキですが、そうだね、うん、はい、まあということで、はい、あとはパ・リーグね、どう決着するのか、
少しずつねこう見えてくるのかと思うと少しずつ見えなくなってきてますから、うん、そうだね、うん、だからねロッテもね悲観しないようにソフトバンクも苦しい時あったんだよ、うんうん、それを乗り越えて2位になってるわけだから、うんうん、ね今苦しいかもわからないけどね拍手やって頑張って本当 ね、 ね、まあ頑張るにはやっぱピッチャーが抑えていく、うん、ね、うん、ね頑張ってください。はい、はい